はい、5万人になりました。おお、おめでとうございます。知らんけど5万になってないけどね、今なってないんか。これ出す時にはなってる、なってるはず。ちょっとペース遅いですね。10万人なんか見えんかない。10万人なんか全然見えんよ。バズらにゃ何かバズらせにゃ。ショートな下も増えてるから頑張りましょう。それでですよ、半年ぐらい避け続けてきた企画ですよ。あ、避けてたわけじゃないな。もう始まってんのこれ。始まってるよ。テーマのタレントさなりさです。あ、始まりました。びっくりしたわ。いや、カメラ回ってないのになんでそんな話するの。シートベルトをしなさいよ。いやいや、まだ言ってないじゃん。やっぱ食細いからさくらさん。いや、ちょっとビビってる。いやいや、自分一緒じゃない。私はいつでもやる気満々なので。マジですか。今日いかがですか。じゃあ今回の企画ですけど、はい、ドライブスルー連れてきません企画。連れできない。なんじゃそりゃ。せっかくの晴れなのに。晴れてねえよ、曇ってるよ。これは晴れか、富山の。富山といえば車文化、車文化といえばもうドライブスルーが欠かせない。車から一歩も出たくない人危険。例えば赤ちゃんを乗せてて赤ちゃんが寝てるからお母さん出れないとかね、犬乗せてるから出れないとか、そういう人たちにドライブスルーは本当にありがたいんですよ。だから富山はドライブスルーも多いはず。記憶定かじゃないんだけど、はい、富山県の41号線ドライブスルーあったような気するよね。8号線ってあんまなくない？8号って思ったけど。8号ないですね。で、まあ事前に調べればいいんですけど、はい、富山の遊び場はね、ファーストリアクションを大事にしたいっていうね、コンセプトのもと、台本とか全然ないじゃん。なんか台本あるんですか？いや、ありませんって。マジでないからね。マジでない。ファーストリアクションを大切にしてるから台本がないの。そうなんです。めんどくさいわけだよ。違う。用意されたリアクションになっちゃうからね。そうなんです。今日もね、だからビビっとる、はい。めっちゃドライブスルーあったらどうしようと思って。視聴者的にね、コーヒーだけ買っても思んないから、ね、新商品いいんじゃない？あー、なるほど。それならいいですね。まあ、視聴者的にも。そうですね、新商品見たいし。うんうん、あ、いいじゃん。うん、無理はせず。41号線、はい、行きましょう。私ここが41号線の始まりやって知らんかった。まあ8号から金泉寺スタート。金泉寺スタートでーす。え、言うてマクドナルドぐらいしか俺知らんもん。スターバックスコーヒーとか。あー、そうだ、ね、ぐらいしかドライブするせんな。あー、スタバないなー。41にはない。一旦スタバで落ち着きたかったけど。ちなみにあの、すいません、ドライブスルー戦車ってやつはスルーしていいんですか。何ガソリンスタンドにあるやつ。ガソリンスタンドやべえじゃん。今日何回洗車すんのってなるじゃん。撥水加工してもう一回さ洗車して、もうマジ無駄じゃん。メンマルって何。メンマルメン屋。ドライブスルーないですか。ドライブスルーないですか。いや怖い。ラーメンは結構きつい。一人脱落する。あ、見つけてしまった。ドライブスルー戦車って書いてある。いや、ドライブスルー戦車はもういいよ。ドライブスルー戦車はちょっと許してもらえませんか。企画終わんなくなっちゃうからね。飯まで行けなくなっ、最後まで行けなくなっちゃうから。この工事もう1年ぐらいやってない。そう いつ終わんの。ずっとやってる。親切やね。はい、もうドライブスルーありますよと教えてくれてる。ラーメン怖いよこれ。舞台地も結構怖いよ。テイクアウトだもんね。丸亀もないもんね。岩本屋もないないね。とりあえずマクドナルド、マクドナルド行こう、ね、とりあえず。はい、肉厚ビーフバーガーとグリルチキンバーガーどっちもニューニューってなってるから。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。何撮ったでしょ。見た。あ、見てなかった。見てよ。一旦マック買いました。一旦マック買いましたけど、もうすぐ目の前にもう見えちゃったから吉野家領域展開中。やばいや、呪術廻戦とコラボしてる。ジュジュ飯はこれですよ。ジュジュ飯って何。唐揚げ丼ダミーじゃない。Tポイントカードとかよろしかったですか。ポイントカードさ、全部持っとるんやけど、出すのめんどくさくなって。でもなんか出さないともったいない。出さないともったいない。出せばたまるが、出さねばたまらん。まあ、さださん食べたら新商品でーす。イエーイ。何やったっけ。ニューヨークバーガーズ肉厚ビーフ。めちゃくちゃうまそうじゃん。こんな風なさ、アニメみたいな今までなくなかったですか。ニューヨークに行った気分になれる。あー、まあいけないからね。ほんとビーフもあるけど、うん、ベーコンも入ってて。いただきます。ニューヨークの人はみんな食べてんでしょ。おお、ソースめっちゃペッパー。うまそう。美味しい。意外とおじいちゃんおばあちゃんも結構食わん。手軽だからね。ねえ、チェダーチーズすんごいんだけど。これで500円以内ってだいぶ安いような気する。美味しい。マックでバイトしてましたけど、うん、めっちゃ忙しかったけどね夜。一人暮らしの男性意外と食うのめんどくさい。朝ごはんいつもマックみたいな人いる。あ、そうだ。はい、すいません、ありがとうございます。どんな感じで食うの。米と唐揚げ分かる。あ、なるほどね。あ、やっべ、松屋だった。やべ、松屋もあるぞ。吉野家、松屋でしょ。すき家もありそう。あるカレーとか書いてある。カレー、カルボナーラハンバーグがもしかして。これは新商品なのかな。あ、行くしかねえ。カルボナーラハンバーグか豚キムチ。いや、豚キムチ無理っしょ。結構何でもドライブスルーできる感じですね。作りたてなんですかね。マックよりすごいですね。あ、そうやな。でもドライブスルーの良さって早く出る。そうよね。マクドナルドは基本的に待ったことあんまないかもしれない。いや、ない。ポテトは揚げとる。うん、でも揚げたやつも基本的に置いとるから。だからマックでバイトしてる時は揚げたてくださいっていう注文多かったですよ。ありがとうございます。はい、いただきます。私食べちゃいますそれ。あ、
カルボナーラ。あ、いっちゃいます。あー、なるほどね。あ、マヨネーズついてる。唐揚げにマヨネーズつけんのか。イエーし、唐揚げでっかいの3個。唐揚げはうまいわ。唐揚げとご飯って合うもんね。鶏の中で一番美味しい。え、鶏の中で何が一番好きなの？チキンナンバー。唐揚げでしょ。鶏ナンバーワンを決めよう。どの調理方法が一番好きか。松屋の新商品。新商品です。あったかっていうか、むしろ暑い。お前もうやっちゃう気しかしないの。まだまだ序盤だから最後にやって、最後に。やめてよ、最後もや。おお、あー、全然冷たい。いいよ。あ、すげえ、めっちゃ匂いする。すごいでしょ。すごい、え、すごいね。もう俺これ食えんと思う。雑魚。見て、米めっちゃ多くない？ 2 合ぐらいじゃん。カルボナーラとハンバーグってすごいですね。ご飯が欲しい。食べる。食い気味で来ないで。このソースには炭水化物が合う気がするんですよ。そもそもさ、チーム戦じゃん。俺の米じゃないよ。チームの米だよ。何でも俺のもんみたいな。おいしい。これはね、お昼ご飯に食べたら終わるね。どういうこと？唐揚げ1個食べたい。あ、おいしい。唐揚げめっちゃおいしいやん。え、1番になったでしょ。鶏の中で1番でした。なんかどうすか？カルボナーラって感じじゃなくない？何って感じ？ハンバーグ。ニンニクすごい匂いしたからさ、うん、ソースの味の方がきついかと思ったら、ハンバーグの肉の旨味の方がある。ご飯欲しくなりません？確かに味の濃さで言ったらマクドナルドと同じぐらい。これが挟まって超えてきてるよ。これ挟まってても違和感ないかも。だからバンズがないと成り立たないのよ。普通定食だもんね。誰が単品で頼むのって感じ。頼ますわ。うん、ごちそうさまです。唐揚げも食べたし、うん、ここ結構主要なドライブスルーポイント。そうですよね。もうやりきった感が。いや、ないね。ないよね。ないない。ないないよ。でもさ、言うてここの通りで3店舗なんだね。ANA から大沢のまでめっちゃ怖いよ。そうだね。ここ怖い。あっちの方が本番じゃないの。でも、私今思いつかん。マック以外思いつかん。マクドナルドさ、最悪ね、アップルパイとかできるじゃん。松屋とか無理じゃん。じゃあ4人ぐらいで行こう、やっぱ。4人ぐらいで。ああ、いや、それはそうだ、ね。そうよ。ご飯が誰のご飯かであんな揉めると思わなかった私。チームで。ご飯でしょ、 でしょ。飲食店がそもそもそんな出てこない。そうだね。ドライブスルーってなんてするんやろ。公園とか行くとサラリーマン車で食べてるよね。車好きなんじゃないの。動く家みたいな感じじゃん。まあそうだね、この通りみんな知ってる。あ、ね、もう41号といったらね、ここでね、左曲がって。ここまではどちらかといって、まあ3店舗しかなかったけど、北側が多かったですね。市街地から帰ってくる時に買おうか。戦略的にはあるんじゃないですかね、やっぱ。スターバックスでドライブスルーの店舗で働いてたんですけど、ドライブスルーで来る人たちってプライベート空間の状態で来るんですよ。プライベートの状態で来るから、べったりとか膝の上に彼女とか彼氏とか半分乗っかってるぐらいの感じで来る人たち多くて、すんごいラブラブでもうベタベタで来る人たちとか多かったです、はいはい、むしろプライベートな空間にお邪魔したってすいませんみたいな感じ。逆に、ああ、びっくりした。もうマクドナルドかと思った。1.8km。 もうじゃあ、もうじゃあ、あー、いけない、あれはいけない。え、ここの吉野家ってドライブスルーあったっけ。あ、ないよ。ここの吉野家ドライブスルーないですよ。おー、もう見んかったことにしようかと思って。見た人たちにみんな突っ込まれるから。そこの吉野家をスルーするでない。ドライブスルーなかったね。じゃあマックは確定。この通りがこそう。あー、分かった。私もう思い出してしまったわ。サーティワンドライブスルーないか。サーティワンはないね。ないか。え、なに、何の馬ですか。今の馬ケンタッキーやった。おじさんの下ドライブスルーって書いてあるから。さっき唐揚げ食ったけど。やってるね。そう、休み、ワンチャン休みみたいな感じ。何が新商品かな。まさかの。ハンバーガーきついな。チキンじゃない？ここは。いや、いいよ。もうフィレサンド単品。本当に言ってんの？レモネードソーダ。単品で今お聞きしたんですけど、チキンフィレサンドのセットにしていただいたら、エヴァのドリンクついてポテトついて600円。品が増えます。いや、でも店員さんの提案は間違ってないですよ。間違ってない。なんで拒否る必要があるの。10円でポテトつきますよと。いや、そらそう、お得やわ。そらそうなりますよね。どの大人がそんな提案拒否れる。無理無理。ケンタッキーをドライブスルーしたはずなんだけどね。まさかのハンバーガー新商品だからさ。そこの松屋はでもドライブスルーしなかったっけ。そうな、また松屋。あれあー、ドライブスルーって書いてるやん。嘘、書いてる。え、書いてるやん。またカルボナーラが。いやいや、ちょっと何してんの。落ち着こう。2回目だからさ、お持ち帰ろう。さくらさんの今日の夜ご飯やわ。2個目はもうスルーしていいことにするとかさ。なあ。私も食べたいポテト。え、ポテト、うん、ケンタッキーのポテト美味しい。ほら、こっちから来た。ありがとうございます。お気をつけてますよね。はい。
夕食も変えちゃいました。変えちゃいましたね。一歩も外に出ておりません。ほんまや。気になるのはあのすき家だよね。右行けへん。行けない。行けないとかじゃないよ。行けないとかはない。うん、書いてない。ああ、よかったよかった。ドライブスルーない、ここには。ああ、出た。来ました。来ました。ドライブスルーです。ドライブスルー。え、でかくない？一番新しいも多分県内。あ、そうなの。無事新商品2個買える。あ、グリルチキンか。グリルチキンの方。またニューヨークを感じれるなんて。めっちゃ綺麗じゃない？液晶。ここのマックすげえ。新商品のフルーリーとかじゃダメなの？ああ、じゃあそれにしようよ。それにしよう。マックフルーリーのキットカット。新しい店舗はすごいよ。綺麗だね。ここの店舗ね、めちゃめちゃ人気あって。やめつきじゃん。そう、だからやっぱドライブスルーはこうでなきゃ。ありがとうございます。じゃあさくらさんそれで。いや俺はもう食うつもりだったよ。ケンタッキーの新作見して見して。チキンフィレサンドです。あ、ちっちゃいですね。ちっちゃいじゃん。え、なんかすごいちっちゃくない？ニューヨークがでかかったんだ。え、めっちゃでかかったね。そしたらで、マックフルーリーキットカット味、これとストロベリーのキットカット味もありましたよ。赤色だしね、そらコラボするわってぐらいの感じじゃない？あのチキンの味する。ね、めっちゃ美味しいよ。マクドナルド、この技できるからさ、今後大丈夫だよ。マック大丈夫だ。キットカット砕いて入っとる。ね、箸休めになったわ。ポテトあるよ。これは一番無限にしたあかんわ。店員さんの優しさが詰まっとるから。これだけは絶対。これだけはちゃんと食べなきゃ。これだけはっていうか、もう今全部食っとるから、ね。食べてるけど。すごいね、意外と食べれますね。いけるいける。え、もう食べようとんすか、バーガー。バーガー食べてる。すげえ。あと3軒いける。ああ、言ったね。最後でも、丼物来たらちょっと絶望するけど、頑張れる気はする。金沢の人と富山で打ち合わせの時とかは、このマック使うんですよ。そこにインターあるから。昔、子供遊ぶスペースなの？そうそう。そう、ボールプールみたいなあった。お前、キットカット砕いて入っとる感じだね。ほんまに、ほんまに。うちでも早い行こうとして。なんでだ。ちょっと先を急ぐもんで。なんでや。ゴミがすごい。ゴミが。ゴミとレシートすごいわ。あと1軒頑張れるかも。あと1軒あるかな。わかんない。さくらさんが意外と食べれるからいいペース。カツヤ怖いんだ。カツヤにフルーリーいないんか。焼肉キングできるんですね、ここ。知らんかった。有名なキングって。カツヤはないね。ないわ。ない。なさそうだね、このインターまで。もうこの後ね、ドライブスルーってなくない？いやなんかだいぶ一区切りって感じの。本当ですね。場所やけど。あ、この時間帯混むんだな。みんな早く帰りたい感じじゃないですか、金曜だから。プレミアムフライデー。どうなったんだやばい、違う。え、何あれ、違うか。松屋かと思った。松屋恐怖症。北斗が松屋に見えた、あの色が。松屋恐怖症。うちの桜はまだ食べれますよ。こんなもんかよ、41号線。一個持ち帰りしとるけど。何あっちっちって何ラーメン営業中ってなんてほら営業中直売店かあっちっちか分かんなくないないね。41号線の最後はどこだ。この信号を越えて次のでっかい十字路で終わり。ホットモット大丈夫違う。ホットモットは違う。ホットモットは違う。ホットモットは違う。北村で終わりかな。じゃあ Google マップではこれだ。ここで終わり。でもこっち側にこれ41号って書いてあるってことはこっち41号じゃないですか。あら重なってるパターン。え、ちょっと待って、やばいやばいやばいよやばいよ。マックあるよ41号やここは。41号ですね。え、じゃあもう、え、これ名古屋まで行くってこと。あーちょっと待って、あれで終わり。付き合わない。これはない。マック手前で終了。マックですよ。え、やろう、やろう。3度目のマック。カフェラテのアイス。愛知まで繋がってるよ。41号線愛知まで繋がってる。待って、ちなみに岐阜までの境界線だったらあと何分で行くんですか。リンリンとこでしょ。リンリンところ。勝手にやめんなよって。いや、なんでやらないか。19分かかるよ、リンリンが。もう桜さんの調査不足や。いや、ないっしょ、リンリンまで。ここ終わったらもしかしたらもうないかもしれないですね。ないないない、ないことにしよう。ないことにしよう。 Google マップではありませんでした。こんな適当。いや、ないない。 Google マップどんだけ信用してるんですか。ないないってことで後半ひよってしまいましたけど。だいぶひよって。マックでフルーリーとカフェラテだけっていう一番良くないパターンじゃないの。マック3つありましたね。41号線すごいね。すごい。マック3店舗、松屋2店舗、吉野家1店舗、ケンタッキー、あけケンタッキー1店舗。いっぱいあった。意外と降りたくない時は選択肢がこれで皆さんの中に広がりましたね。マック以外にもとりあえず41号線走ればどっかかんかマックがある。マックがある。新商品も美味しかったですね。ここまでどんだけ3、4時間ぐらい車の中にずっといるっていう。初めてです。8号の時途中コンビニとか寄って。ああ、そっかそっか。外出てちゃんと空気吸ってたから。ドライブスルーがあると車の中での生活が成り立ちますね。トイレとはい、ということでこの動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。